まだ戦いは続くのだな。城はすでに落ちたというか。俺は来るべき時を待つにふさわしい板だけで、それを迎えようと信彦待っていたのだ。かの日からこの時を。 血を蹴るたびに命が震える。二層を狂う手が燃えるように熱い。見える。我が道の先で待つ懐かしき背中が聞こえる。終わりゆく時代の声。我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの心の声が。 信長様のために働き、この日の本を戦のない平和な国にするんだ。それが松のためでもある。いずれ信長様も認めるだろう。この私が家臣団随一の解決であると。その時私の願いも成就する。強きに光るし心よ、純粋であれ。天寿を天が。 いいが独尊、神羅万象、ことごとく世の前にひれ伏すがことありぞ。己が本能に従って生き、そして死ぬ。人であるために私はそれを成しましょう。<笑>強きに染めし心よ、 気高くあれ。わしは何が何でも法則長く生きてやるぞい。我が北条家は不滅じゃ。<笑>どこだ、ここはどこだ。俺様は誰だ。誰か、いないのか。一人は 道に惑いし心よ、安らかにあれ。先を見据え、敵に備えよ。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ夢を叶えよう。秀吉様、 未来永劫、あなた様の左腕となる許可。明日を守らんとする心よ、永遠なれ。雪村、はぎっておるようじゃな。はっ、この雪村したたかに狂っておりますれば。うん、わしの心、お主の風林火山と共にある。 何者をも恐れつき突き進め。かっ、心得ましてござん。見てみてください、親方様。また小せがれ殿は、いつにも増してでかい声だね。おやじ様、重そうだな小せがれ殿。 これはまた随分と拾い集めたもんだ。
お任せください。おやじ様。ったく、真面目すぎるってのはうちの大将は。嫉妬は気を抜かないと潰れちまうぜ。おお、サスケ。お前もいてくれたんだな。何その意外そうな反応。ちょっと俺様傷つくんだけど。言ったろ、どこまでも大将について行くってさ。まとっとと仕事を終えてゆっくり休もうや。なんなら俺様面白いとこ連れてってやるけど。 ああ、それもいいな。楽しみにしているぞ、サスケ。我が友よ。 心が確かに我が心の内にある。皆の心を届け伝えるわ。この雪村が皆と交わした最後の約束、そして、それが我が兄との約束でもある。遅くなり申したが、これでも懸命にかけてまいりました。なれば今少しお待ちくだされ兄上。 背負うべき荷では御座らぬ。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために古き時代の汚れはこのわしが全て抱き、冥土へ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。 天下とたる貴殿の悲しき覚悟に応えて伝える。お前がわしに何を伝えようというんだ。ただ一つ、人の強気を信じる、その心を。人の強気だと？お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、サラダ。人は弱く、儚く、脆い。確かに お前や信行、信長公、秀吉殿、信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信行や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうともサラダ、人は弱い。
だからこそわしは人を強い絆でつなげている。貴殿と絆をつなげぬ者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さの証だ。なれば人は強くなればよろしかろう。な、古き者を切り捨てることが弱さの証と申すなら、拾い上げる強さを持てばよい。お前が伝えてくれた人の強さ、わしもそれを信じてみよう。お待たせいたした、兄上。ああ、ずいぶん止まった。親父殿がお前を待てと言った故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう申された。背中追うな。兄上は先頭を行く者だと。前へと進み、道なきを切り開き、大地を踏みしめ、皆が通ることのできる新しき道を作るものだと親父様は申された。兄上、あなたは誰とも道をたがいてなどいなかった。ましてや進む道を誤ってなどいなかった。ただ見るべきものを見ていなかった。それは兄上の前ではなく後ろにあったのです。振り向けばそこに見るべきものがあった。あなたの背中を目印に歩く人々の姿が、あなたの作った道を歩く人々の顔がそこにある。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れる者に追いつかれてしまう。それには何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄公も親父殿もそれに敗れた。死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだな。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。あ、そうだな。俺はこれから様々なものを見る。今まで見えなかったものを、人、景色を、そして心を。今の兄上にならば託せまする。それがしがみちみち拾い集めてまいったあまたの心、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの熱き声。死せる者、消えゆく者、弱き者、小さき者、生ける者が忘れ去らなければ彼らも生き続ける。記憶に刻み、心に抱き、先へと連れて行ける。その足が踏みしめる道こそ、まことなる真田の道。彼らの声は、新しき時代にこそ必要でござる。戦国の世を、二度と繰り返さぬために。
雪村。お受け取りいただけまするか、兄上。ああ。親方様直伝ゆえ、ちと手荒くなりますぞ。この信行、受けて立とう。力はごめん。雪村。壮絶に燃えたぎる赤い炎のごとく、熱く強くまっすぐに天へ向かって立ち上る。それが幾百年の後も人々の魂に刻まれ続ける真田源次郎幸村の生き様である。